はい、これ聞こえてますかね。それではセッションの方を始めていきたいと思います。こちらのタイトルの通り、皆さんご想像のものが提供できるといいなとは思っているんですが、 Android Studio について最新情報の中でも特に有用なものであったりとか、こういう意味があるよという独自の解釈を加えたものというのを今回40分ぐらいに収まるといいななんですけども用意してます。で、皆さんにまず初めにお伝えしたいことがありまして、X の投稿の方に資料の URL をもう共有してありますので、そちらの方、手元の方で見ながらとか、ダウンロードして置いておいてもらえるといいかなと思います。そちらはですね、時間の都合上入りきらなかったスライドも含んでおりますので、ぜひご確認ください。では早速なんですけども、ちょっとアイスブレイクとしましょうか。皆さんが普段使っている Android の Android Studio のバージョン、いろいろ使ってるわという方がいらっしゃったら、一番長い時間使っているもので結構です。エレクトリックイール、大丈夫ですかね。あ、いますね。ちょっと、フラミンゴ、おお、3割4割ぐらい、ジラフ、現行スティーブリですね。はい、ありがとうございます。ヘッジホッグ、お、だいぶぐっと減りましたね。イグアナ、ありがとうございます。だいたい雰囲気は分かりました。じゃあですね、皆さんにとってですね、自分の使っているカレントバージョンというのはだいぶ違うんだなというのは認知いただいたと思います。そういう中でまとめ方について少し考えたんですけども、機能軸で紹介していきたいなと思います。なぜかというとですね、2年前同じような内容で発表したんですが、その頃はまだ B まででした。今 I まで行ってるので、一個ずつやってると無限に時間かかっちゃうなっていうのと、こちらのタイムラインにある通りですね、直近では3ヶ月ごとステーブル版がリリースされているので、どのように付き合っていくか難しいなと悩まれている方も多いんじゃないかと思います。そういう視点でちょっとまとめているのがこちらの発表となります。それで改めてなんですけども、バージョンの呼び方、この後何度も出てくるので、ちょっと混乱しそうかなと思ってこちらの方を用意しました。最初の2つがインテリジェベースとなった IDE のバージョンです。僕最初これ見た時、2023年の2月かな、早いなと思ってたんですけど、2番目です。 1,2,3 ぐらいまでしかないです。その後ろは Android Studio のメジャーバージョンです。こちらも概ね1だけなんですけども、多分同じインテリジェの年次とメジャーバージョンのもののリリースが重なると2に増えるんでしょうと、こういうルールになっています。で、ここから先なんですけども、 Android Studio の進化、多分皆さんですね、イグアナが出るのか、これがステーブルになったのかっていうことでバージョンごとに見られてると思うんですが、それだとですね、ちょっとわからない、知り得ないような情報っていうのを、私の方の UI ツール、ビルドシステム、そしてアップインスペクトと、検査ですね、この3つの視点でまとめています。それぞれのバージョンの機能、もしくはこの機能がこういうふうに前後つながっているんだよという情報をお伝えすることで、できれば今使っている最新のものをあげようかなというようなモチベーションにつながったりとか、チームの人と話し合ってこの改善はぜひチャレンジしたいというような話になったりとしてくれるといいなと思います。で、まずはですね、インテリジェイ統合開発環境のお話から進めていって、この順番で機能をまとめました。なので、そうですね、4つのカテゴリーだと思ってください。じゃあ早速ですね、インテリジェイですね、これは Android Studio のベースとなったものになっています。で、こちらの方なんですが、もう画面上4つ出していますが、ちょっと時間の都合で1つは省略しています。で、まずジラフの方からですね、新しい UI ステ、テーマっていうのをサポートしてまして、より簡単な画面、見方によると情報量少ないなと感じられるかもしれないんですけども、これは新しく Android を触る人たちが迷わずに適切なタイミングで適切な機能にアクセスできるというようなものを目標にして作られたのがこちらの UI テーマの画面になります。インテリジェイの変更なので、 Android Studio としてはですね、これをうまく活用したというようなステートになっています。私もこれをずっと使っていますが、かなり慣れてくると
一つのことに集中しやすい良いものだなと感じています。あとはですね、大きな変更として皆さんの開発に影響があるのがフラミンゴ以降のものです。まあ、フラミンゴ以上を使っている方多かったので大丈夫かなとは思うんですが、例えば会社の別のプロジェクトが移管されてきて謎の古いプロジェクトファイルがあると、まあ、そういうような時は注意すべきでしょう。 JDK のバージョンが17に変わっていまして、こちらがバンドルされています。 Android Studio の IDE にバンドルされているものと、多分ローカルコンピューターにパスを挿して使っているもの、それぞれ使い分けていると思うんですけども、何もこう意識しなければバンドルされたものを使っているはずです。でその場合ですね、フラミンゴ以上になった時と以下の時でですね、使う JDK のバージョンが異なるということで、まあ、一度上げてしまったら元に戻れないようなプロジェクト構成になることだけ注意してください。まあ、いわゆる最新の Android Studio でしか動きませんよ、このプロジェクトはみたいな状態になっちゃうと。移行が一気に進めばいいんですけども、徐々にやっていこうと思っている場合、A さん、B さんはこっちのバージョン、C さんはこっちのバージョンってなる場合は、ちょっと手間がかかります。まあ、それこそ CLI を使ってうまく JDK のバージョンを指定するというようなビルドスクリプトを書く必要が出てきます。で、MacOS の Metal API に対応ということで、これは MacOS を使っている方限定のメリットですね。レンダリングパフォーマンスが上がってますよということで、ID がより軽く素早く使えるようになります。まあ、ビルドそのものが速くなったわけではないんですけども、画面上表示が変わる、バージョン上げただけで変わって速くなるならすごいいいアップデートだなと私は思います。でこの一番下の部分ですね、コトリンでコードハイライトって書いてあるんですけども、コトリン言語はまだまだ変更が多い言語でもあるので、こういう ID 側の機能追加っていうのも今後も期待できるんじゃないでしょうか。そしてこの先の話を進めていくにあたって、少し Android Studio のバージョンと Android Gradle プラグインのバージョンの関係をお整理しておきました。この後多分混乱すると思うので、ここを見ておいてもらえれば嬉しいんですが、 Electric Eel までがですね 7.4K というバージョンが最新のものですと。なので Electric Eel 使っている限りは 8K のものは使えないと。で徐々に上がっていきまして、フラミンゴ、ジラフ、ヘッジホッグ、そしてイグアナ、今は 8.3 ですね。まあ、イグアナはさすがにですね、カナリーバージョン、現時点でのカナリーバージョンなので少し不具合もあるようですけども、おおむねこういう形で1個ずつ上がっていくようになっています。でこちらなんですけども、AGP のバージョンはイコールグレードルのバージョンと一致するようにネーミングルールが定められているので、この辺も注意して見ておいてください。 AGP が 8.3 だとグレードルは 8.3 を使ってくださいということです。それではですね、ようやく本題、UI ツール、どういうふうにコードを早く書くかというお話をしていければなと思います。で、ここなんですけども、まずライブエディットですね。以前もライブホニャララみたいな機能あったかなと思うんですけども、こちらはライブエディットがジラフのバージョンでコンポーザブルに対応しました。まあ、どういうことかというと、手元でこうコードを書いて、実機なりエミュレーターにデプロイすると。そのデプロイしたコードを直接変更できるような機能ですね。でこちらの方はですね、多分このデモちょっと見づらいとは思うんですけども、モディファイヤーの一部を多分書き換えているのかな。はい、クリップのサイズとか変えてますね。まあ、こういうことが再コンパイル必要なくできるというようなお話です。まあ、再コンパイルしてないんだとか、その再デプロイしてないんだっていうのはちょっと不思議に感じるかもしれないですけども、この機能は ID がですね、変更を直接メモリで送って、向こうで受け取って書き換えるというような APK になっています。当然制約もあるので、一番下の制約リミテーションというところにはですね、関数の参照が変わるようなものは聞きませんよとか書いてあるんですけども、これ意外に使われてない機能でですね、オートマティカリーとかマニュアリーがあって、基本的に使っている方はこのマニュアルの方を使っているので、意識してないとあんまり体験していない機能になっています。まあ、壊れやすかったり効果があったりなかったりというのはプロジェクトの関数の構造とかにもよるので、ぜひお手元 のプロジェクトで、ね、試していただけるといいかなと思います。そして次にお見せするのはデバイスミラーリングです。これはもう皆さん使ってらっしゃるんじゃないかなと思います。
入ったのは結構早くてエレクトリックイールからのものになっていますが、ヘッジホッグで安定版というような形になっています。なのでジラフを使っている方は次のバージョンで安定版なんだというような理解になってください。で、画面を見てもらうと分かる通り ID そのものに統合されていて、この Android Studio の中に入るっていうのは今の Android Studio の進化の流行りの一つなんですけども、まあ、とにかくですね ID の中で完結して集中して開発ができるようにというふうな流れの一環です。で、あまり知られてないんですが、エミュレーターとかと一緒でですね、ファイルのドラッグ&ドロップとか APK 入れたら勝手にインストールが始まるとか、結構ですね、面白い機能もあって便利に使ってますというところをご紹介しておきます。あと変わったところで言うと、コンポーズマルチプレビューテンプレートですね。まあ、マルチプレビュー自体はエレクトリックイールからずっと入っていて、徐々に機能が増えているのでご存知だと思うんですが、ヘッジホッグですね。こちら現在ベータの4のものに関して言うとテンプレートがたくさん増えています。スクリーンサイズとフォントスケールとライト、ダーク、ダイナミックカラーズとマテリアル3のものまでたくさんあって、まあこれデモのサンプルなんですけども、こういう形で見ることができます。まあ、特にスクリーンサイズとか使い勝手がいいかなというのと、 Google が定めるデスクトップやタブレット、フォルダブル、あとは普通のスマートフォン、この辺を全部カバーできますっていうところで便利かなと思います。まあ、特にアプリの要件で対応しましょうみたいな話になっていないケースにおいても、とりあえず崩れないのを確認するというのは有益な感じじゃないかなと思ってます。あとはスクリーンサイズの方ですね。スクリーンサイズに関してはユーザーが自由に変えたりとか、アクセシビリティの関係で見切れちゃったらちょっと困るというケースはやっぱりあるので、チェックできてるに越したことはないと思います。で、ここから先はマテリアル3の話なんですが、ダイナミックカラーのプレビューというものがフラミンゴから搭載されています。ちょっと見たら細かいので見づらいかもしれないですが、システムカラーのところの設定に、色がですねいくつか選べるようになってます。この GUI から選んで皆さんのアプリがどういうふうに表示されるかというのをチェックできますよっていうのがこちらの機能になっています。で、今マテリアル3を頑張っているっていう方はですね、少数派だとは思うんですけども、こういうツールの支援を用意することでアプリそのものの体験を良くしていこうという努力が払われている証拠かなと。はい、コンポーズアニメーションプレビューです。こちらの方もアニメーションコンポーズになって大変書きやすくなったかなと思います。まあ、実際問題としてビューの頃に比べると断然加速性もあるし、ツールも揃っていると。その中でもエクステンドアニメーションですね、まず伸びたり縮んだりするようなものに対して対応が強化されています。で、このあたりはですね、コンポーズの中でもまだまだ機能が足りていない分野なので、今後も拡張していくとは思うんですが、まあ、こういう複雑なこともきれいに簡単にプレビューを見ながらできますよというのが PR ポイントです。これはジラフの方からですね、多分今までちょっとアニメーションの見積もりしてって言われたらうっとなっていたところが改善されるといいなと思っています。ここはですね、ちょっと時間をかけて説明しないとわからないかなと思って用意したのが、ヘッジホッグの新機能、ファイアベーステストラボです。これはグレードルマネージドデバイスというテスト環境において連携できますよという意味で書いてあります。まあ、ちょっとそれだけだとですね、カタカナや知らない単語が多すぎるなと思いますので解説しますと、グレードルマネージドデバイスというテストのための環境ができています。皆さんテストするときって実機でポチポチと叩くみたいなのが一番手軽でかつ分かりやすいと思うんで、ビルドしてデバッグしながらやってると思うんですが、このグレードルマネージドデバイスを使うと仮想デバイスとかリアルなデバイスとかですね、それぞれに対して組み合わせであったりとか個数であったりとかを指定して、特定のテストケースを5つに流そうとか10個に流そうとか、大規模なものに発展させたりもできます。で、ポイントは大規模なものってなかなかしないよねという話ではなくて、同じことを何度も安定的に繰り返せるというこの点が強いというふうに説明されています。特にね、グレードルってコンフィグファイル書いてそのビルドが壊れると、あれ CI の調子が悪いのかなとか、手元のローカルちょっとおかしいのかなって、そのビルド自体をこう疑うというケースはあまりないほど信頼されてるんじゃないかなと感じているんですが、そういう中にテストを置きましょうというのがここの観点です。
で、これでですね、Firebase のテストラボなので仮想化したものとか Firebase の中にあるデバイスが使えるよというのが訴求ポイントだよと。これはヘッジホックの方で初めて実装された機能になるので、今後こういうテスト関係も ID の中に閉じてやれるというのを目指しているようです。はい、ここまでが UI ツールに関するものでした。どうですかね、皆さん知ってるものはありましたかね。知らないのもたくさんあったんじゃないかなと思います。知ってる知らないも含めてこうやって進化をしていますよというのが伝えたかったところで、今の UI ツールが一番身近かなとは思うんですが、続けてですねビルドのところについて見ていきましょう。ちょっと休憩がてらなんですが、皆さんビルドタイムについて不満を持っているのか満足しているのか聞いてみたいなと思います。ただいま触っている皆さんの手元のアプリでビルドが長い、ちょうどいい、どちらですかと聞かれたらどっちになるのかな、ビルドが長くて SNS がはかどる方、なるほど、半分ぐらいですかね。ビルドは今ちょうどいいバランスが取れているという方、はい、ありがとうございます。2割ぐらいですね。はい、でここではですね、本当はビルドの話だけができればというぐらいいっぱいアップデートがあるんですけども、少し視野を広げて開発環境も含めてご紹介したいなと思います。でまずなんですが、エレクトリックイール、これ一番ベーシックな変更ですね。グレードルシンクとかがやっぱり ID を上げることによって早くなりましたよというような発表もなされてます。こちら確かスクエアさんですねのグレードルのエンタープライズの統計値か何かで、まあ、この導入をしただけで実測 60% シンクが早くなったよみたいなところですね。で1回のビルドってすごい短く済むんですけども、いっぱい人がいればいるほど効果が高くなると。確かこの 60% だと1600時間って書いてあって、ちょっと僕頭の中で人月を数えたぐらいすごいなというような、お話ですね、ストーリーですね。でここで大事なのは、皆さんが使っているプロジェクト、アプリのプロジェクトって、まあ新しい ID 出たから更新しようかなと思って更新されてると思うんですけども、この2つの視点をぜひ持っていただきたいなというのがここの部分になります。起動可能なプロジェクト、もしくは最新のビルド環境に更新できたプロジェクト。起動可能なというのはビルドエラーでビルドが通らないものを修正したです。最新のというのはグレードル 8.2 や 8.3 などのその ID でしか使えないバージョンに対応したです。こちらの2つってどっちも動くという意味では一緒なんですけども、ビルドに対しての効率化っていう意味だと全然変わってくるので、あ、今自分のステージってどっちだろうとか、自分のプロジェクトはどっちが大事なんだろうというのを考えていただきたいなと思います。高速化がそんな必要ないのにバリバリ最適化してもちょっとそれは工数の無駄かもしれないなとか、今全然足りないのはビルドタイムが長すぎて困っていることの方なので、じゃあそれをみんなでよくしようみたいな判断にこの軸を使ってください。今から紹介するのはどれも強力なものなので、まあ、欲しければ全部欲しいみたいな話になるんですが、それをしているとビルドの環境だけ整えて1日が終わってしまうので、その妥協点を探してほしいなと思います。でまずそのためのツールとして Android Studio はずっとこれを作り続けてますというご紹介です。ビルドアナライザーって聞いたことあるかもしれないですね。最近私触っているとこういう警告が出て、ビルドアナライザーがちょっと君のビルド遅いかもみたいなことを言い始めると、これでですね、私の何が悪かったんだろうという気づきを開発者が得ることができます。でこの機能っていうのは何かっていうとですね、エレクトリックイール、フラミンゴ、ジラフそれぞれアップデートがあるので、ちょっとまあ面白そうなところから紹介していきましょう。でこちらの方ですね、エレクトリックイールでビルドが遅いなってなった時に、どうも遅いのはビルドじゃなくてダウンロードじゃないかと、インターネットが遅いんじゃないか、ちょっとオフラインビルドしてみなよみたいなことを同僚とかに言われたかもしれないんですね。それが計測できるようになりました。インターネット環境がどれぐらい影響があるか、今言い換えるとキャッシュですね、どれぐらいキャッシュしてたらその効果が高いかです。そしてビルドアナライザータスクカテゴライゼーション、まあ、つまりビルド時間が何が重いんだろうというのを可視化するツールです。これがフラミンゴから入ってます。もしね、触ったことない方がいらっしゃったらぜひですね、自分のプロジェクト回してほしいんですけども、
コトリンのコンパイラが時間かかってますとか、 APK 作るのに時間かかってますとか、いろいろあると思います。例えばですね、 APK 作るのに時間かかってるんだったら多分 R ファイルとかが大きいのかなとか、リソースの水滴解析が解決が大きいのかなとか、いろいろ考えられるとは思うんですけども、そのヒントを渡してくれます。ちょっと面白いなと思ったのは、プラグインって選ぶとプラグインのどれが遅いか分かるということで、重いプラグインを探すこともできるんですね。こうやってボトルネックを探して可視化することで、みんなでアプローチしましょうというのがこの機能の趣旨です。でジラフではですね、依存関係のダウンロード時間とリポジトリごとのダウンロード時間というのが把握できます。多分メイブンを探して Google を探すんだったらどっちが早いだろうですね、順番を入れ替えるだけで早くなるならお得じゃんと、まあ、そういうのが分かるようになっていますし、そういうのを検出することができて、まあ、検出した結果、さっきのですね、ちょっと戻りますね、チップスが表示されるというような形です。それではですね、次に参りましょう。 Android SDK のアップグレードアシスタントというものができました。これちょっと何を言ってるんだろうみたいな感じがするんですけども、ターゲット SDK バージョン上げるときに皆さんいろいろとリファレンスを探すと思います。なんか日本語の資料ないなとか古いなとか、いや欲しいのそれじゃなくて2つ飛んだこれからこれなんだけどみたいなときですね、そういうアプリごとの事情っていうのをこちらのアシスタントのウィンドウ一つで解決しましょうというようなのがジラフから入ってます。でこれ使うケースってかなり少なくて、アプリをアップデートする瞬間だけなんですけども、皆さんアプリをアップデートすること実は多くないですか？毎年やってますよね。だって Android のアップストア毎年やらないと出してくれなくなりましたよねって感じですよね。だこれをテンプレート化するっていうのは結構意味がある、みんなが落ちる落とし穴を塞ぐっていう意味でも意味があるんですけども、この画面自体はですね、あまり知られていないので、知っとくだけでも十分効果があるチップスです。でこちらの方ではですね、全てこの中でアップグレード対応のドキュメントの検索とか破壊的変更とその対応方法っていうのが紹介されているので、まずはリファレンスを開いてもらうっていう意味では効果があるかなと思います。でここからはですね、ビルドそのものというよりは周辺になっていくんですけども、ビルドスクリプト、グルービーで書いている方が多いかもしれないですね。コトリンで書けるようになりましたよと、それがデフォルトに変わったのがジラフからです。少し聞いてみましょうか。皆さんのビルド環境はですね、コトリンであるオア標準のビルド.gradle であるグルービーであるかですね。はい、思い浮かびましたか？標準のビルド.gradle を使っている方、半分よりちょっと多いのかな、かもしれないですね。はい、ありがとうございます。コトリンにもう変えたよという方、3割ちょいですね。はい、あ、後ろの Unext の方もありがとうございますこれなんですけども、一応 Google の推奨という意味ではコトリンに書き換えていくべきだという主張になっています。なぜかというと、2つの言語を覚える、これは大きなボトルネックではないかっていうのがこの Android SDK の考え方です。でコトリンにすることで可読性やコンパイル時のチェックとかリントサポートっていうのが得られますよというメリットを受け取るとともに、同じ言語で開発ができるんであれば、非常に初学者やコンバートしてくる方ですね、同じモバイルアプリでも Android から iOS、 iOS から Android、 そういう方々に対して良いヘルプになるでしょうということで、こちらの変更を推奨しています。で今ビルドできている方はやっぱり急ぐ必要はないとは思うんですけども、どこかで一致させておかないと効率化の壁になるということは覚えておいてください。まあ、といっても僕も知ってるプロジェクトで何個かそのままなので耳が痛い話だなとは思うんですけども、で同じような形でグレードルのバージョンカタログというのにも対応しています。これは少し事情が変わるんですけども、マルチモジュール構成が非常に複雑になっていくと、たくさんのモジュールがいろんなバージョンのライブラリを参照していることありますよね。あれ皆さんビルドできたって思ってるはずなんですが、実はビルドするときにバージョンが推移的に解決されて 0.9 の参照と 1.0 の参照だと 1.0 の参照が優先されています。これって我々が意識していない差分ですよね。
こっちのモジュール上げとこうって言って他のモジュールのバージョンも一緒に上がっちゃう、まあ同じバイナリ2つ抱えられないので当然は当然なんですけども、そういうのがあるので一箇所で管理してちゃんとマルチモジュール影響範囲を見極めてビルドを管理していきましょうというのがこのバージョンカタログのメリットです。でこの方、ジラフでエクスペリメンタルなので実験的に入った後でヘッジホグでステーブルになりました。で以前なんですけど困ってて依存関係の参照とかコード補完が効かなかったんですが、これヘッジホグから効くようになっているので非常に使いやすくなったと思います。コトリンファイルの中ではなくて、XML に近いトムルファイルの中とかでも効くようになっているので、ぜひこちらの方はねこのヘッジホグに置き換えた後にチャレンジしようかみたいな感じで Android の SDK、失礼しました、 Android Studio のバージョンと同期して考えるようにしてみてください。でこっちのリードモアって書いてあるところにはどうやって移行するかというですね、直近の課題についても触れられているのでぜひ読んでみてください。はい、ここまでがですねビルドについて、お伝えしてきました。どうですかね、多分ビルドって一度触るもしくはビルドに興味がある友人エンジニアが触った後自分は早くなったなと思って、LGTM するとマージボタンを押すだけというのはあるかもしれないですが、同じコトリンで書かれていれば読めるようになって自分も興味関心を持てるという意味ではいいのかなというところですね。でここの話題がですねかなり大きいのでなんとか巻いてあと10分ぐらいの自分に時間を残したかなと思ってるんですが、インスペクトってどういう意味かっていうと、まあクオリティと近いんですけどもそれを担保するためのエンジニアの行いだと思ってください。不具合を減らすために皆さん多分バグそうですねコミットした後とかリリースした後もしくはリリースする前 QA さんと一緒に探したりとかチームの中でバグバッシュみたいな感じでバグを集めたりしてると思うんですが、それに対する行いと似ています。まあこれをですね IDE の視点でやりましょうというのがこちらの文です。でエレクトリックイールからですねログキャット自体が全面刷新されて非常に使いやすくなってますよという感じですね。まあ、これは単純にチップスとしてお伝えしておきます。でそのような流れと一つで、一環でフラミンゴからですねネットワークインスペクターが非常に強力になりました。ご存知の方いらっしゃったかもしれないんですが、昔だとそういうライブラリーを入れてネットワーク通信をチェックしてログキャット越しとか ADB 越しで中身書き換えるみたいなことをやってたんですが、それを一手に引き受けてくれるのがこちらです。ちょっと画面を見てもらうとですね HTTPS のプロトコルの www.example.com に対して、パスですねスラフバーでゲットメソッド下にヘッダーやボディのルールを書いておくと、じゃあそのルールに適合したリクエストを拾ってサーバーに渡してのところで書き換えることもできるし、拾ってサーバーからレスポンスもらってアプリに渡す前に書き換えることもできます。これめちゃくちゃ便利で Mock がちゃんと作れるよっていうのと、アプリの人とかがいなくても、まあ、自分で手で書いた JSON を渡してもいいわけですね。こんな感じでアプリが実装できていることを簡易的に確認ができるっていう意味ですごい便利だなと僕は思って使ってます。ちなみに本来は監視するツールなのでどういう通信をしているかというのも見えます。で次の部分が多分今後皆さんに大きな影響を与えるであろう機能のお話です。アップクオリティインサイツっていう機能がエレクトリックイールフラミンゴ等とちょっとずつ機能が拡張されて作っています。これ何かっていうと聞いたことある人もいると思うんですが、 Firebase のクラッシュリテクスのレポートですね、これを ID で一緒に見れるようになってますという機能です。まあ、それだけだったら結構その、まあ、見れるだけじゃんって思うんですけど、フラミンゴからはそれに対してノートが書けるようになってます。まあ、ウェブを開かなくてもそういうふうにコミュニケーションが取れるんだねっていうところが一番最初のスタート地点で、現在のフラミンゴではですねスタックトレースのログから今のコードベースのコードポイントまでジャンプしたりとか、
あとここすごい不具合出てるんだけどっていうところを開発中に赤く光らせる。それが果たして嬉しいのかというとストレスがかかるだけの場合もあるんですけども、少なくとも注意を引けると、知らない状態は避けられる。そんな感じでですね、いろいろアップデートを繰り返されています。でこれだけだったら僕もそういう機能なのかって思ったんですが、ヘッジホックからはですね、 Android Vitals に対応しました。でこれ結構便利だなと思うのは、Firebase のクラッシュリティクス入れてないけど Android Vitals 使ってないところはないので、なぜかというとプレイストアで皆さん配っているので絶対出てくると、これと連携をすることが可能になりますって書いてあります。ただですね、IDE の方、Android Studio の方でログインしていただく必要はあるんですけども、そのログインしたらアプリに紐づいたデータを取ってきて手元に出すことができますよと。で、Android Vital と一緒なので基本的には、発生頻度ですね、最近とかいつ出るとか、あとデバイス、特定のデバイスだけで出るんだけどこれどうしようかなみたいなやつ、そういうのを全部この ID 上で絞り込んでコードに飛んで確認できると。これかなり強力だなと思いますね。普段の開発のライフサイクルですね、 PDCA のような回し方の中からフィードバックを新しく得るという意味では非常に Android Studio の言語の開発環境としては強いものです。で、イグアナ、これはまあ使ってほしいという意味ではなくて、こういう進化をしますというご連絡に近いんですけども、なんと Git と統合しました。何が起きるかというと、ユーザーの手元の古い Android のアプリバージョンのもの、レポートが届いたときに、その段階のコードを見て、もしくは今の手元の段階のコードと diff を取って、今でも起きるのかっていうところまで見れます。これはね、そこまでできるんだったらバグも直してよと言いかけたんですけど、そこまでは Android Studio Bot 君を待たないといけないのかもしれないですね。でこれって多分どんなチームでも形は違えとやってたことを、こう IDE を使うことで一人で開発のやってる最中により小さいスプリントの単位でできるというのがメリットだと思います。でさすがにこれイグアナの機能なので利用要件がかなり厳しくなってます。 Android のグレードルプラグインも α だったりもしますし、バージョンも 8.3 だったりとかっていうことなので、すぐプロダクトに入れるというよりは今後こういうふうな開発環境の変化が起きるので、じゃあアップクオリティインサイトどう使おうかみたいなディスカッションを始めるにはいいタイミングだなと思います。半年後とかそういうタイミングにはなってくるとは思うので、イグアナのステーブルリリースですね。そして、少し視点を変えてコンポーズ、皆さんコンポーズは興味があると思います。こちらの方のお話もしましょう。でこちらはですね、検査の内容としてはトレースっていうものを使っています。フラミンゴの実験的な機能としてはですね、 Android Studio のプロファイラー、これは昔からあったものです。この中でコンポーズ対応が進みましたよというお話です。でコンポーズって皆さんリコンポーズしたら重くなるよねみたいなことをふわっとご存知だとは思うんですけども、リコンポーズするというのはその関数がもう一度呼び出されるということなんです。ところがですね、その関数が呼び出されるのを実機の中で目で見て確認すればすごい早いよねと。ここに不具合があるっていうのが関数単位で分かるようになっているのがここのいいところです。不具合というのは画面が乱れるというよりは重くなったり止まったりとか、機体と違う動作をするっていう意味ですね。でそういう時に、じゃあ情報を見つけましたってなったらどうしたらいいですかっていうのが、これがヘッジホックの新機能です。デバッグ中のコンポーズのステートを表示することができるようになります。これってコンポーズのステート渡して、あこれなんかアンステーブルだねステーブルだねっていうのをレビュー上でやってたと思うんですけども、実際に動きを見て、じゃあここアンステーブルだったねっていうのが会話できるようになります。でこれはですね、デバッガーで止めた瞬間にもうデータとしては自動的に入っているので、皆さんは引数を見て、これがアンステーブルだステーブルだっていう通知を見て判断するだけで OK です。これは究極一番分かりやすい機能だなと思っていて、コンポーズに対する理解を深めることにもなりますし、実際に動いているものをチェックするので納得感も高い機能だなと思います。でここではですね、もうちょっとテストについてお知らせしようかなと思ってこの話題を取り上げました。これもイグアナの新機能なんですけども、
さっきグレードルマネージドデバイスみたいな複雑な話をしましたね。あれの続きです。続きというか同じような形でテストからアプローチしようというものです。コンフィギュレーションチェンジ、私今フォルダブルタイマー使ってるんですけども、画面のサイズが変われば起きるし、縦横変化しても起きる。デスクトップであればドラッグされただけでも起きる。これって結構厄介な話題で、 Android がもっともっと使われていくにあたって、ここの部分でトラブルが起きててはあんまり品質に寄与しないということで、新しくですねエスプレッソという Android をエミュレーションするテスト用のライブラリーがあるんですが、そちらにデバイス API というものを追加して対応しましょうという話題がこれです。何がいいかっていうと、コンフィギュレーションテストですね、縦から横にっていうのを実機ではなくて、エミュレーターを使って実行できる。エミュレーターを使って実行できるって、そのままじゃんって思うんですけど、コードを1行ずつエミュレートできるということなので、テストを正確にできるっていう方が近いんですね、ニュアンスとしては。あれなんか縦横10回やったら落ちました、再現率10分の1ですっていう世界から、これは 100% 再現する、このテストはフォルスになりました、これが悪いですって言える世界っていうのは、もう天と地ほどの差が出てきます。これを実現しようとしているのがこちらの機能になります。ただしエミュレーターアクセスっていう、権限を付与してテストをしましょうとか、エスプレッドっていうテスト用のライブラリを導入しましょうっていう感じで、ハードルもまだまだあるので、これは知識として覚えておいてもらって、いつか使えるようになるといいなというような期待を込めた機能の紹介です。はい、残り3分ぐらいで、ラップしていきましょう。移行計画ですね、皆さん今使っている Android Studio、 いつかは必ず最新版に移行していく日が来るはずです、アプリを作っている限りは。で、今日お話ししたのは、私バージョンを揃えずに機能の流れを全部説明したつもりです。つまり今後こういう流れが来るので、ここの部分頑張ろうとか、ここの部分は一旦ステイでいいでしょうみたいな判断をしてほしいんですね。で、実際そのための材料ってたくさん提供されていて、ステーブル、ベータ、カナリーってあるんですけど、ナイトリーが増えてて、これ毎日夜にビルドされるんですよ。で、僕これ使って検証してたんですけども、結構きつくて、今朝もですねめでたく Android Studio ヘッジホッグのベータ3からベータ4に変わってたという感じで、追いかけるのもちょっとこのセッションのために頑張ったなっていう気持ちにはなったんですが、これをそのまま理解してくれという意味ではないです。やっぱりおおむね3ヶ月ごとのリリースサイクルというのはこの2年間守られているので、これをベースに考えましょうと。じゃあ2ヶ月後3ヶ月後こうなっているので、我々はこのマイルストーンを設定すべきですよねという会話をできると、Android Studio というのが個人のツールではなくて、チームや組織に対して力を与えてくれるものに変わっていきます。で、ここでバランスを取るべきものは、皆さんの生産性と複雑性ですね。アプリがどれだけ複雑なものか、ビルドに課題があるのか、モジュールに課題があるのか、それともコードの読みやすさなのか、そこの部分を一つ一つ理解した上でアプローチしていく。多分そうしないとですね、たくさんの機能を一緒に使いこなそうとして結構難しかったなとか、何かが治ったんだっけみたいな会話になりがちです。それは気をつけていただきたいなと思ってます。で、使いこなすために IDE と UI とビルドと検査っていう順番でやったんですけども、後半に行けば行くほど開発プロジェクトへの影響範囲が大きくなります。より実りのあるものが得られる変化になっていきます。ただし不安定な要素もあるので、今時点自分のアプリ、自分の実力、自分のスキル、それとどうやってこれがレガシーになっていくのか、自分に対してレガシーっていうのありますよね。モダンなのかどうかっていう軸以外に、これはもう自分にとって基地で古い技術なので新しいチャレンジをしよう、そういう軸でもいいと思います。 Android Studio というのは開発者に一番近いツールであって、皆さんが使いこなすことで皆さんの力を2倍にも3倍にも上げられるものです。うまくエコシステムの中を泳ぐように頑張ってみてはいかがでしょうか。というわけですね、私の発表を終わります。ありがとうございます。